皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は過去に解説した韓国の静止衛星について、あれからどうなったのかを解説していきます。なんか解説してたっけか。謎の160キロの静止衛星よ。ああ、なんかそういうの解説してたな。あれからどうなったんだ。今日はそれを解説するのと、おまけで韓国がこれから導入しようと計画している衛星も紹介するわ。最近動画が短いとか体感で1分だったとか言われてるから、これからもその調子で頼む。期待には応えられないわ。韓国の一部報道であった160キロの静止衛星の正体なんだけど、結局何だったんだ。予想通り千里眼 2B だったわ。やっぱりそうだったか。千里眼 2B 号は韓国の地球観測静止衛星シリーズの3期目でね、2010年に韓国初の静止衛星である千里眼1号が、ティアナ宇宙センターからアリアン5ロケットで打ち上がって、ミッション寿命である2017年までに後継機を用意する予定だったんだけど、自国内での開発製造がどこまで可能かや、その場合のコストをかけてまで継続する価値があるのかどうかの評価が難しいということで、千里眼1号の運用が無事に始まるのを見て判断するということになったわ。そんなんで設計寿命までに間に合うのか。予定は7年だけど、設計寿命は10年だから、設計寿命である2020年3月まで使うことにしたわ。まあ使えるならそれでいいけど、のんびりしてられないな。っていうか今思ったんだけどな。何よ。気象衛星って人間の普段の生活に直結してると思うんだよな。そうね。そんなのを継続するかどうか迷うところなのか。まあ隣にひまわりシリーズっていう気象衛星を持ってて、観測結果を無料配信している国があるからね。わざわざ自国で打ち上げる必要がないっていう意見もあるのか。千里眼の開発製造と打ち上げ費用を合わせたら、韓国航空宇宙研究院の年間予算およそ400億円を超えるか超えないかくらいだからね。ちょっと二の足を踏む感じか。まあでも千里眼1号が平昌オリンピック開催中に故障した時もあったから、二の足を踏むどころかバックアップを用意しないとって思ったんじゃないかな。そういう時もあったのか。そうね、搭載しているメインコンピューターが故障してしまってね、バックアップコンピューターで稼働するまでの2日間をひまわりの観測画像で乗り切ったわ。バックアップ用のコンピューターってあるんだな。たかがメインコンピューターをやられただけだ。どうしたんだ。いや、なんでもない。そんでね、千里眼1号の運用開始に合わせて継続が決まった結果、観測機器以外を国内で開発した千里眼 2A 号を2018年にティアナ宇宙センターからアリアン5ロケットで打ち上がったわ。一部を自国内で開発製造するようになったんだな。じゃあ千里眼 2B 号はその後継ってことなのか。後継じゃなくて兄弟機よ。何が違うんだ。千里眼1号と 2A 号は主に気象観測をする衛星なんだけど、千里眼 2B 号は PM2.5 などの大気成分の観測と、赤潮やグリーンタイドなどの海洋環境の監視をするわ。結局その衛星って何キロなんだ。3379キロあるわ。160キロどころの騒ぎじゃないな。過去に何度も言ったと思うけど、高度およそ3万6000キロメートルの静止軌道を周回する静止衛星で、160キロとかっていう重量はありえないんだよね。なんでなんだ。少しだけ詳しく話すとね、人工衛星の寿命を決める要素のうちの一つに燃料の枯渇があってね、姿勢制御や高度維持のための燃料がどれだけ積んであるかなんだよね。なるほどな。だから燃料を多く積むことができない低軌道の衛星は3年5年前後で寿命となるし、3トン4トンという重量の大半が燃料である静止軌道の衛星は15年の寿命があるわ。ちょっと待て。何よ。それだったら低軌道の衛星にたくさんの燃料を積めば寿命が15年くらいになるってことか。それができればね。できないのか。大量の燃料を積むってことはそれだけ衛星が大きくなるでしょ。そりゃそうだよな。低軌道を周回する場合は大気の抵抗や摩擦の他に、地球に近いほど重力の影響を受けるから、大きな衛星はそれだけ周回速度を維持しないといけなくて、せっかく大量の燃料を積んでてもその分消費も早いってわけね。大量の燃料を積む意味がないってことか。だから高度およそ400キロを周回している国際宇宙ステーションは、太陽が当たらないところに入るとグライダーモードという太陽光パネルを水平にして大気の抵抗を減らすようになっているわ。だから低軌道と静止軌道で寿命が違うのか。
そうね、特に昔の偵察衛星ってね。カメラの性能があまり良くなかったから遠くから撮ってもよく見えないんだよね。だから限界ギリギリまで地表に近づいて撮影するんだけど、全長10メートル以上の巨体で高度100キロちょっとの超低軌道を回ったものもあって、大気の抵抗や摩擦が大きくて打ち上げから100日程度で大気圏に再突入していったわ。3ヶ月ちょっとでさようならはちょっともったいないな。そんでね、ちょっとしたおまけのお話なんだけど。どんなおまけ話なんだ？韓国が F-35 戦闘機を購入するおまけとして軍事通信衛星を手に入れるって話したでしょ？結局おまけは嘘で衛星も一緒に購入していたってやつだな。あの衛星がもうすぐ打ち上がるわ。あれ打ち上げるのか？大金未納で引き渡しがされていないとかあったのにな。その辺はどうなったのかわからないんだけど、2020年6月8日にエアバス社の工場があるフランスのトゥールーズから AN-124 という貨物航空機で打ち上げ場であるアメリカのケネディ宇宙センターに到着したわ。ちょっと待て。何よ？製造ってエアバスだったか？前の動画ではロッキードマーティンって言ってなかったか？あれは私のリサーチが甘くて申し訳ないんだけど、発注事業者である韓国防衛事業庁はロッキードマーティンと交渉していたんだけど、韓国側が提示した開発製造予算では無理だから、契約したロッキードマーティンからエアバスディフェンス&スペースに委託されたわ。丸投げかよ。だから出荷元がエアバスの工場ということね。なるほどな。軍事用の衛星だから詳しい性能とかはわからないわ。そりゃあそうだろうな。そんな衛星が2020年7月にスペース X 社のファルコン9で打ち上がって、高度およそ3万6000キロの静止軌道に投入されるわ。何日に打ち上げなんだ？詳しい日付はわからないけど、7月1日にアメリカ GPS 衛星がファルコン9で打ち上げだから、その次のこれってことね。他って書いてあるのがこの衛星のことなんだろうな。多分ね。でもなんだかんだ吸ったもんだあったけど打ち上げまで行ったんだな。ちなみにこの衛星の名前はアナシス2というみたい。2ってことは1もあったのか？1はコリアサット5というものでね、韓国 KT コーポレーションと韓国軍が共同で使ってるわ。民間衛星での共用から軍用の通信衛星を持つことになるのか。そういうことね。日本も防衛省が民間事業者のスカパー JSAT の衛星を使ってたけど、今は防衛省の通信衛星としてきらめきシリーズがあるね。防衛省というイメージときらめきという名前のイメージがちょっとあれだな。確かに。それとね、もう一つあって。まだ何かあるのか？韓国がレーダー偵察衛星を開発していてね。マジで？2018年から425プロジェクトという名前で計画が進んでて、韓国防衛事業庁からフランスのタレスアレーニアスペースに発注されて、そこに韓国航空宇宙研究院とハンファシステムズが合流して開発が進んでいるわ。しかしこの大きなアンテナがすごいな。これは24枚のパーツで構成されててね、打ち上げの時は絞って収納されてるんだけど、目標の軌道に到着したら展開して直径5メートルのアンテナになるわ。花が咲いたようになるのか。このアンテナの中央からレーダーを照射して地上を観測するってことね。そういうことか。ちなみにレーダーで観測するから昼間や夜間天候の影響を受けないわ。光学観測だとそういう影響を受けるもんな。まあ光学観測の方がより高解像度で観測できるんだけど、一長一短ってとこね。そうなんだな。韓国はこれで特定地域の監視をするらしいわ。特定地域か、まんま偵察衛星なんだな。そうね、偵察衛星だしまだ開発中だから詳しい内容はわからないわ。詳しい性能が分かったら偵察衛星じゃないな。ちなみにこれっていつ打ち上げ予定なんだ？計画では4機を2030年までに打ち上げるとしているみたいね。なんだか一気に予算をかけてきた感じがするな。その他にも韓国ロケットの開発におよそ2000億円かけてるから、韓国政府の宇宙関連投資が大きくなってきたってことかな。その調子で技術的問題で延期になっている月周回衛星もやっちゃえばいいのにな。あれね、韓国パスファインダールナーオービターって言うんだけど、今設定されている打ち上げ予定が2022年7月なんだよね。今から2年後か。それってムンジェイン大統領が退任した2ヶ月後になるんだよね。それが何か問題なのか？実現できなかった場合でも俺シーラネができるってことね。実現できなかった場合の責任を次の大統領に送るってことか。まあ私の考えすぎかもしれないけどね。
まあ考えすぎだろうな。というわけで今日はここまでよ。韓国だけじゃなく世界の国々でも宇宙開発に力を入れてるんだろうな。そうね、生活の質の向上、学問教育の場、国威発揚、宇宙ビジネス、軍事、いろいろな目的があるから。宇宙開発は世界の国々で進むと思うわ。できれば平和的にデブリを撒き散らさないでやってほしいぜ。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからもほぼ毎日宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので。サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。なあ、今日は UFO の日なんだって？そうね。24で UFO ってことか？ちょっと無理があると思うけどな。違うわ。1947年の6月24日、ワシントン州のカスケード山脈上空を、自家用飛行機で飛んでいたアメリカ人のケネス・アーノルドが、9個の物体が一直線に連なって飛んでいるのを目撃したわ。9個もあるのかよ。ケネス・アーノルドから 38km 先にあると思われた物体は、数秒ごとに前降りたり方向を変えたりして飛んでいたから、その飛び方からガチョウの群れでも飛んでいるのかと思われたんだけど、その時の高度はおよそ 2800m あるのと、たまに閃光のように光る明るい輝きと鳥にしては非常に速いスピードを考えると、ちょっとありえなかったわ。ちょっとどころじゃないな。じゃあ鳥じゃなかったら最新鋭のジェット機か何かと考えて、その形を確認しようとしたけど当初は遠くてよく見えなかったわ。38キロ先だからな、無理もないぜ。でもね、物体がレニア山を通過する際に残雪をバックにしたから輪郭がわかったわ。それがこの三日月みたいな形をした物体か。厚さは薄くて横から見た時は一本の黒い線のように見えてね。ジェット機にしては尾翼が見えずに急に動く際には明るい閃光が光ったわ。一体何なんだろうな。今でも本物の UFO という派とあれは地球や飛んでいる鳥と勘違いしたんだろう派に分かれてるわ。まあ真実は謎だからしょうがないな。この一連の事件の目撃が6月24日だったから毎年6月24日は UFO の日ってことね。どこかで UFO 祭りとかやっててもおかしくないな。ちなみにね、ケネス・アーノルドが物体の飛び方をコーヒー皿が水面で飛び跳ねるようなと表現をしたんだけど、それを誤解してね、コーヒー皿のような円盤が飛んでいたと報道されてしまったから、空飛ぶ円盤、フライングソーサーという言葉が生まれたわ。飛び方を表現したら形状と誤解されたってわけか。その空飛ぶ円盤が今の UFO という言葉につながっているわ。未確認の物体にも歴史があるんだな。UFO に乗っている宇宙人もそろそろみんなの前に出てきてもいいんじゃないかな。私です。え？私です。霊夢は宇宙を全身で感じたい変な人を訳して宇宙人だろ。あながち間違ってないわ。